一番つけてる感あるやつの方がいい。逆に緊張感ないわ。じゃあ 何会議とかにしよう。で最後のやつです。どうなってるのこの目がね。こんにちは。せーのせーで、こんにちは。皆様はじめまして、むけなです。まあ巷では知ってます、今年の流行のハッシュタグ、流行ハッシュタグ第1位、ハッシュタグ平成最後の夏。そうなんですよ、こちらのハッシュタグ非常に流行っております。社会現象、社会現象起きてますね、はい、やはり JK の中でもまず平成最後の夏、うん、って言ってますんで、みんなは散歩歩けばってやってますから。でも皆さんもっと先を見ないと。平成最後の夏があるってことは新しい年号、最初の夏があるわけですよ。もう皆さんできてます、遊んでる場合ちゃいますよって。次の年号何くんねんって。いや、先に予想して流行を先取りしないと。そうしないと。今のうちからもハッシュタグ使わないと、うん、何々前最後の夏とかにしないと。ということで今回私たちは新しい年号今のうちに予想したいと思います。やっぱりね、先取り？先取り。私たちはもう今流行りのものなんて興味ないわけよ、うん、もう次の未来を見てるから。見てるから、うん、だからよろしくっていうことで今日から考えていくよ、うん、ということでね、やっていこうと思います。じゃあせーのせーで、むけなち。ね、もうちょっと外すよ。真面目に考えたりもしつつ、うん、こんな年号来たら JK 喜ぶよねみたいな、うんうん、可愛い年号も考えていきたいと思う。2種類ね。そう、そんな今から1個に絞るなんて無理よ、私たち。無理よ。まずはだからこういう年号だったら可愛いのになっていう年号を考えていくわ。じゃあ考えていこう。と考えようと。考えようと。もう可愛さとかでいきたい、うん、これは。でも年号らしさは残しつつってことでしょ、うんうん、いかにそこでみんなが映えるかってことでしょ。そうそう。やっぱりそうやってさ、プリでさ、平成最後の夏って書いてもさ、映えんやん。映えんやん。でも、まるまる最初の夏とか書いた時に映える年号を考えたいと思う。うちらが考えてあげるから、うん。もしその年号にならなくても全然使っていいよ。もう、うん、特許とかやめるわ。全然みんなに著作権フリーであげるわ。うん、全然いいよ。どうしようかな。はい、ではそれぞれの映え重視のあれが出来上がったので見せたと思います。いっせーので、ドワンドン。おー、読み方は、はい、でん、夢中時代。私はネイランカって読みます。はい、むくりから。私名前に夢がつくんで、うん、だから夢っていう漢字を入れたかったんですよ。あと月っていう字も好きなんですよ。それでなんかちょっと今っぽい響きにしたいと思って、うん、なんかちょっとキラキラネームっぽい感じだよね。そうそう、言い回しが月を中期みたいな感じで夢中時代にしました。可愛くない？夢中時代とかってさ、うんうん、漢字も可愛いし響きも可愛いから、漢字がいい感じ。うん、なんかこう今っぽさもあるから、ね、新しい感じするんじゃない？ちょっとぜひ使ってくださいって。なんだっけ、誰に言えばいいのこれ。誰が国の人、天皇陛下さん。天皇陛下見ていたらぜひこちら採用お願いいたします。はい、はい、私はネイランカ。これは最初に安土桃山みたいに4文字が良かったのまで、知り合いの名前から考えてたの、可愛い感じを。なんだけどその中でも自分的にかっこよさもあるこのランとかさ、この字とか、このまあ全部なんだけど、なんかぱっと見ちょっとカクカクしてるし、見た目はかっこいい感じなんだけど、でも響きもいいし見た目のバランスがいいなって。このランって可愛さもありつつかっこよさある、うん、そう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 、もう本当にこれは見た目のバランスだけで考えた。どうですか、夢中時代とネイランカ時代、うん、もし次の年号になったら良くない？良くないけど。これ本当にさ、年号発表されるときさ、ライブ配信しちゃう？年号発表される瞬間で、ちょっと今のは現実的じゃないじゃないかもしれない、うん、ちょっと理想が入っちゃった、うん、だけど次は本気で考えてみる。そうだね、本気で。こんなん来たらやば、うん、面白いじゃん。ガチら当てちゃったら面白い。ガチめの当てに行きます。じゃあちょっと考えるわ、うん。はい、じゃあ考えたんですけど、なんかまずちょっと調べたんですよ、条件がね。そう、もしかしたらあるのかなって、ルールとか調べてみたら、まず漢字2文字で、うん、今までにあった同じものはまあそれは使えないよね。であとイニシャル、平成だったら H、うん、昭和だったら S みたいなのができれば被らない方がいいらしい。あと読みやすい字、あとは国民にふさわしいとかあるらしくて、まあそれを見て、まあ、条件を満たせるように作ってみました、はい、結構ガチで考えたよね、うん、割とうち辞書とか出しちゃって割と全然これが来てもありえそう、うん、ありえそうって感じ。せーの、じゃん。私が公安時代です、うん、私は女神
時代。へえ、ありそう。考案ですか？なんかなんていうの、書きやすいのが多いなと思ったの、年号って。だから書きやすい感じでお酒の感じを探した時に、光ってめっちゃいい、いいじゃんと思うし、案も安心な案、だからいい意味だから、まあね、しかも考案って結構読みやすいじゃん、すんなり入ってきたなと思ってこれにしてみた。おお、はい。うちはなんで助身にしたかっていうと、なんかまずこの心っていう漢字を使いたかったのね。なんでかっていうと、今年の漢字1文字ってあるじゃん、それを歴代のを調べてみたの、うん、したらその中に心っていうのがあって、うん、分かってないけど今年の漢字って結構オフィシャル感あるから、うん、そっから引用しようと思って であと辞書でね、パッて開いたページをねこう何個か見て、女っていうのがね目についた時を、うん、でなんかなんとなくだけどもう日本頑張れって感じなの、うちはだから新しい時代に進んでいく感じ、新しい始まりみたいな、でなんかバランスもいいかなみたいな、うん、でもなんかね噂で聞いたのは、うん、の予想したのが、ね、こうなんか天皇の耳に入るとなんかそれがなくなるみたいな、よくわかんないけどそんな噂を聞いたことがあって、まあ、でも今回のもう 100% 選ばれるしかないみたいな年号なんで、もうだからこれもしこのどっちかにならなかったら、この動画見ていただいてるっていうことだと思うのでそこはもう耳に入っちゃったなと思う、ね、だからまあそこはしょうがないじゃん、もはや光栄ではあるから全然いいんですけど、うん、だからみんなこの動画広めないで、ひっそり見て、ひっそり見てね、これバレたらこれなくなっちゃうから、せっかく考えたのに。はい、ということで皆さん、新しい年号が決まるとき大注目。これさ、当たってさどうする？え、当たったら本当に予言で出してるわけじゃん、動画を。だってさ、そんなさ、この世に漢字なんて何個もあるわけよ。しかもこんなどこにでもいる JK がさ、考えちゃったのがさ、え、だって一文字でも入ってたらすごくない？すごい。で、確かに漢字が一文字でも入ってるだけなら、すごい、結構嬉しいことなんだけど、なんかあるかもしれないからね、わからないよ。みんなもだからさ、今のうちに自慢しといた方がいいよ。こんなに怒られてるよ、うちら。ごめんなさい、偉そうなこと言って。ごめんなさい。あ、これオチにしよう。もうごめんなさいで終わり。